はい、質問です。使えよ。何をこれ。あ、俺あれだわ、逆にこれちょっと故障しちゃってるんで、この 0. 点何本まで測るいい測りおすすめないですかっていうの、逆に質問。なんだよそれ、逆質問。どうですか逆質問。だってタニタだよ。なんでタニタ買ったの。タニタってあれでしょ、あのゼロ円食堂じゃなくてなんかそういうやつでしょ。タニタ、タニタの食堂あるじゃん。別だと思うんですけど。いや、このタニタでしょ。違う、だから食材測ったりするやつじゃないのこれ。え、これゴルフメーカーのあれで買った。いや違います。ほら出たよ。測りなら何でもいいと思って買ったんだよ。これ電池？電池。しかも電池だし。使えよ。何が何でも使えよ。使えない。金だけ出させやがって。ちょっと安かったから安いのはダメですね。いや安いのダメですじゃなくて、ゴルフ用でちゃんと調べて買わなきゃ。タニタ、タニタって絶対あれだ、食材測るやつだよこれ。どうやったって。本当ですか。うん、でも食材測る人はさ、1グラム単位で測れない測りって知らなかったの。いや、もう食材だから適当でいいんだよな。何グラムだけでいいじゃん。あの、いや肉とかでもさ、こう肉屋がポポってやってやるのにさ、細かい端数なんかいらないじゃん。100グラム、150グラム、155グラム分かればいいじゃん。153とかにはいらないんだよ。いや、153点何歩とかいらないじゃん。はぁ、ミスったね。珍しくミスったね。測りはさ、全部 1g 単位だと思っちゃってたの。知らなかった。いや、そんなことないでしょ。だってさ、普通の家庭用のさ、あのやつだって 1g 単位なんですよ。デジタルじゃないですよ。デジタルですよ、家庭用のダスピンってやつって。あの、こういうやつじゃないですよ。あの、いや、そういうやつの方がまだいいじゃん。そんな測りで怒んないでよ。いや、俺は買ってやったのにさ、いつまでも使わねえから、なんで使わねえんだよって言って、いや、グラムの下の方が出ないんですとか言うから。いやいや、 0. 何本も出ないし、 1g か死者誤入されちゃってる。死者誤入でもうなっちゃうからダメでしょ。いや、そんなのはもう最初にあの選んで買ってっていうことだよね。でも なんか使えよ絶対。ももさんなんかこんなの使わねえんだろうしとかやったんでな。まあいい測りありますかってね、うん、なんかおすすめの測り。はい、ということで質問です。今日3つだけね。はい、お疲れ様です。質問です。天野さんね。天野さん、初めてフィッティングに行きました、はい、店員さんが方向とか気にしないで思いっきり振ってくださいと言われましたが、ちょっと僕自身はそんなことしたことないので困りましたが、そのまま続けましたが、小暮さんももしフィッティングするような時はそういうふうに言いますか。クラブ買い替えを考えフィッティングに行ったのですが保留中です。正直このクラブ買うと、このクラブ買うと思うような時ってどんな感じなのですか。僕の、おさらいの意見としては、欲しいクラブは、当たります。店員さんに勧められたクラブは微妙になりました。フィッティングってどんな意味があるのですか、教えてください。どんな意味があるな。すごいね、どこ行ってもいいから売ってくださいって言われたんだ。すごいね、これある意味珍しいとこだよね。なんかそういうマニュアルなんですかねっていうことは。いや、わかんない。だって大体マニュアル通りに進めるわけじゃないですか、その場所によって。いや、まあ基本そうだけど、いや、この人のマックスの振りのスピードとかが見たかったのかな。だってゴルフってマンブリするスポーツじゃないじゃん、大体。コントロールするスポーツなんだから。いや、わかんない。これでもアイアンなんかドライバーなんかわかんないけど、もしかしたらこの人のだからマックスのスピードを知りたくて、このお店はもしかしたらマックスで全部合わせるお店になってあったのかもしれないよね。そんなの僕フィッティング行ってさ、あの、じゃあマックス行ってくださいってしっかりガーンって振りますよ、うん、ふざけてるわけじゃなくて、だってマックスなんだもん、うん、フィッティングなんないでしょ。いや、いや、でもその人がもし本当に頑張ったらこのくらい振れるんだから、少しじゃあこのくらい落としてとかっていうやり方なのか、うん、それともドラゴン選手用の振りなのか分からない。マックスって当たんないし。普通は当たんねえ。まあ、いやいや、
どうですかって。あ、どうその質問の答え、うん、フィッティングってどんな意味があるんですかって。ちょっとコードください、コードください。いやいや、あ、壊した壊したよ。ちょっと差し込んでください、錆びちゃう、錆びちゃう。いやいや、そのままで、先ちゃう。あ、壊しちゃった。俺のじゃねえし。俺のボロいからしょうがねえな。ね、まあ、ちょっとこのフィッティングは聞いたことないけどね、まあ保留中っていうか、まあ、無理あれだろうね、僕のおさらいの意見としては欲しいクラブは当たります、店員さんに勧められたクラブは微妙になりました。フィッティングってどんな意味があるのですか。フィッティング、そもそも俺フィッティングに意味あると思ってねえよ。まだぶっこんだ。いやぶっこました。いや、状況だと思う。例えばこれがね、その例えばその各メーカーのさ、なんだろう、開発する練習場とか工房ってあるんだけど、大体それっていうのは、要はもう でかいとこでやるやつなんだけど、落ち際とか全部分かったりとか、まあ、それも全部パソコンで見れるようにはなってると思うんだけど、そういう状況でできる環境の、例えば落ち際まで分かる環境でやるのが俺はベストだと思う。っていうのはやっぱパンパーンって打った感触でどのくらいのスピン量でどのくらいの捕まりがあってっていうのは、本当にもう、はい、あ、収穫、あ、収穫、あ、ここ3つ置いとく。だから俺の理想としてはサブクラブを選ぶのにやっぱり本ちゃんに近い状況で打てるってことが一番いい理想かなとは思う。だって結局練習場で気持ちよくなるだけだったらさ、別に何のクラブでもいいじゃん。別にね、やっぱコースでスコア出すためにみんなクラブを作るわけでしょ、フィッティングするわけでしょ、理想のね。だからやっぱそういう最後まで見れる環境だとか、まあ今だからデータを出すのね、どこってから要はパンパンって当たったとしてもデータで見せるの、数値ね、データ数値ね、うん、だからそのデータが俺は本当に合ってるのかどうかが分からないの、実際。だってさ、あれでしょ、壁に向かってさ、フェードって打ちってさ、ドローンのデータ出たら嫌でしょ。いや、それは出ないと思う。いや、だって、それは出ない。いや、だって皆さんさ、フェード打ちってドローンじゃん。いや、それは出ないと思う。そのデータ、真面目に答えないでよ。全然出ないと思う。だって、見た球で分かるじゃん。いや、違う、壁に、だから要するに、いや、それは俺は打った感触で分かる。球がこれが右行ってんのか、左行ってんのか。いや、あのね、ちょっと視聴者のね、みんな、ドローしてるのにフェードって言ってるから、ね。違う。って言ったって、こういうフェードじゃないの。俺はまっすぐの、ほぼストレートに近いフェードを打ってんだから。いや、そんなの、このインパクトの感触。一回さ、じゃあ、フェード打ってちゃんとデータ見ましょうよ。でないじゃん、データ。いや、見たまんまが分かるじゃん。だってドローしてんのよ、フェードって。いや、ドローしてんの、お前から、別のとこから見た視点だ。俺が打った視点からはストレートから、ややこう右側に落ちてくるやつ。あれがフェードなんだよ、俺の。俺のフェードね。だから機械がそのフェードっていうデータを出さなければ、限りなくストレートっていうデータあったら、あれだけど、フェードってデータ出せないんだったら、その機械は、不正解、ね。機械のことダメにした。いや、そりゃそうでしょ。ちょっと待って、おかしい言ってること言ってることおかしい。おかしくない。自分がフェード打って機械がドローになったら機械がおかしいのってことですよ。そう、いや、違う、そうだよ。だって俺はだって実際球見れるんだもん、落ち際まで。いや、違う、室内で測ったデータを取りだった話。いや、でもそれでも分かる。今のフェード打ちに行ったけど球捕まっちゃったとかっていう感触は打った瞬間分かるわけじゃん。まあね、分かるじゃん。これが分からないんだったら、あれだけど、分かるんだから、今のはどのくらいでどういう球の捕まりしてるっていうのは分かるわけでしょ、もう打った瞬間に。まあね、例えばもうすぐそこでもね。でも要はそれが分からない人たちはやっぱデータを全部見るわけじゃん。で、そのデータが合ってるかどうかも俺はまず信用してないわけ。まあ信用しないでしょうね。しないよね、俺はね。どうやったって信用しない。もうこの感性の感触の感性だけでやってるからね。うん、感性っていうか、こう球の飛んでき方で分かるじゃん、うん、どれだけの回転だったのかとか、どこに当たったとかっていう回転だけで分かるから。でも
どうなんだろうね。でも基本的にはそういうところが絶対フィッティングがメインだよね。だからこの人の場合はちょっとイレギュラーだよね、この進め方はね。マンブリしてくださいっていう進め方。だから僕ね、実際問題この回答に関しては真面目に答えられない理由がある。なんでフィッティングを知らないから。自分がそのフィッティングはどんなものかを、僕はだからそのデータのフィッティングでしかしてないでしょ。データってだからその数値ね、数値の道具の数値。僕はだから僕も練習場で、あ、こんな球飛んでるからこんな感じでっていうフィッティングの仕方なんだけど、うんうん、この室内のフィッティングって多分ルールあると思うんですよ。絶対あると思う。俺それ知らないんですよ、マニュアルは。いや、それがいいかどうかは知らないよ。そう、だからね、俺みたいに全否定するやつだけど。そうだから変な話さ、夏場にフィッティングしたらさ、そりゃ体動くし。でも室内だったらさ、もう状況一緒の、一番いい状況を作ってるでしょ、エアコン。いや、でもさ、でも体はさ、違うじゃん。真冬だったら寒い、体の芯は冷えてるわけじゃん、室内入ったって。でも暖房である程度動かしてからだったら、真夏で長袖じゃん。で、暑くて半袖になるかもしれない。真冬にいきなり半袖でやんないもん。そこまで暖房効かさないですよ。でもそういうマニュアルもあると思うんですけどね。でもフィッティングってどんな意味があるのですから。だからそもそも、本ちゃんのコースで打ってる感触をと同じ感触を味わえるのがフィッティングだと俺は思う、うん、だからそれに限りなく近いところでフィッティングするのがベターだと思うんだけど、まあデータっていうのはそれはしょうがないと思う、うん、もうセオリーがなきゃクラブ選べないんだから、うん、でしょ。だからこれパーンって打った瞬間、あ、これいいっていう感覚を持ってる人は多分少ないと思う。だから選んでもらうってこと、うん、このデータによって選んでもらうっていうのは主流になってるでしょ今フィッティングが、うん、だ本来だったらその打ってる人の感覚がパーンって打って、まあ、近くあってどうかの、あ、これ軽くて、あの手元軽いけどヘッドバランスあるから振りやすいとかって、うん、この時点で分かれば、うん、あ、これくださいになるだろうけど、うん、そういう感覚がまだ多分分かんないとは思うのね、うん、だからデータこのくらいの何番円でこのヘッドスピードでこのくらいの回転数で打ち上げ角度がこのくらいだから、こういうシャフトが、スタンダードですよぐらいの感じの進め方が、うん、今の多分基本だと思うんだけど、まあ、でも3球だけ打ってとかいうのもあるらしいじゃん。水野さんなんかそれでもできるっていうんだから。でもさ、本当にさ、僕今ちょっと今いろいろ考えてたんですけど、本当に球にミート率が悪い人のフィッティングってできないよ。当たんない人のフィッティングはバラバラのだ。さあ、そういう人フィッティングいかないか。そういう人こそフィッティングいっちゃいくのかなと思っちゃう。いくでしょ。だって当たんなかったらフィッティングも何もないし、当たらないなりのデータ出してくるのよ。当たんないから、うん、当たんなくてこのヒールに当たってこういう開いて当たってるからシャフトはじゃあもうちょっと間に合うようにこういうシャフトでっていう、そのくらいのコンピューターの頭。でもさ、そのさ汚い、いや、ちょっと待って、その癖ない、汚いスイングに合わせちゃったら上達したら当たんないからね、フィッティングって。いつまでだってもその汚いスイングにフィッティングしちゃってんの。いや、汚いだけど、汚いんだけど理想的に降りてくるのはこのこういうシャフトがとかこういうヘッドがっていう選び方をするんだと思うよ。まあね、僕もよくわかんない喋ってるけど。いや、でもだから難しいですよ、フィッティングって。難しいよね。まあ、フィッティングの意味、ってどんな意味があるのですか。だから本来は自分が本当にその本番コース行った時に使えるかどうかの判断を、するのがフィッティングであって、っていうことだよね。本来コース行った時のその球の飛びとかをで合わせられるフィッティングが理想だけど、そういうフィッティングがあるかないかは俺らは分からないよね。でまして機械を絶対に 100% 信用しない俺がいるわけだから、まあ、国内的にはやったことないから分かんないっていう、お前は正当な言い方するけど、俺はもうそれだ、やるやらないの前にもう自分で見たものしか信じない。そういう意味ではね。だからトラックマンとかこういう落ち際のところでトラックマンとか測ればもう一発で分かるんだけどね、本来はね。まあ、なかなかそういう機会がないからあれだけどっていう回答かな、フィッティングの。フィッティング
だから質問の答えをなんか僕まとめると、まあ、フィッティングをしながらいろんなクラブが打てる試打会みたいな感覚、フィッティングって。だから自分がそのこんなクラブ打ちたいですって言って打ってほしい、勧められてこう打つんじゃなくて、もう前々から情報収集して、あ、まあそれは昔も言ってたね、なんかね、やっぱある程度こういうクラブが研究して、雑誌とか見て、何のクラブと何のクラブ、例えばドライバーメーカーシャフト3本ぐらいも決めて、これをちょっと打ってみたいんですけどっていう試打に行くぐらいの研究していかないと、わけのわからなく打っても、そのなんていうの、イメージ出ないし、スイングも打つ前の、行く前の情報収集が必要かなと思って、そのフィッティング。だから僕だったらフィッティングというよりも打ちに行く、だからだってシャフト も今種類がありすぎて分かんないですよ、ぶっちゃけね。まあそれはこういうふうになるんだっけ、なんかこの三菱とかスピーダーね、この天性とかこうありますけど、こう情報を見てなんていうのかな、行ってほしい。でこれも打った感触がみんな違うわけだから、どれが感触好きかとかさ。でもそこまでいったらもう半分もうちょっとこう慣れた人だよね。だから僕はだって一発バンって打った瞬間、あもう好き嫌いってもう一発で分かるから、僕はそんな、そういう人たちじゃ多分はいないと思うんだよね。だから この人も多分もうこのもう何にも気にしなくていいから振ってくださいって言った時点でもうえー、ってなったわけよ。だからフィッティングって何なのですかって質問になってると思うんだよね。だからある程度分かっていれば、まあ、さっき俺が言ったようにその広いところで打ってみて自分で球筋確認しながらあっていうのが理想だけど、おそらくそういうところは一つもないだろうから、小暮が言うようにある程度、こういうクラブが欲しいんですっていうものを持ってから、フィッティングというかシダみたいな、シダも兼ねたフィッティングみたいなのを言ったらそれが理想だよ。なんか打ちたいクラブ打ちに行ってほしいです。だって自分に合うクラブ合わないクラブなんかデータで出てこないんだから、うん、だってそのフィッティングする人によっても変わるし、見方によって変わるし、宮下さんがフィッティングするのと僕がフィッティングするのでもそれは変わるわけだし、見方違うし、まあでもその、まあ、一回行ってみるっていう感覚で行ったのかな、この人は。あ、どんなもんかね、うん、フィッティングって騒ぐからさ、うん、いや、ただこれ自己満足なんじゃないの、フィッティングって。これダメ、これはぶち突っ込みすぎ。いや、別に、うん、そうだね、いや、自己満足って、こう売る側のね、あ、要はデータの時にこういうデータの人はこういうクラブが合ってますよっていうものがを、マニュアルがあるわけでしょ、うん、あ、そうですね、それに沿って進めるだけの話だから、その人に合ったクラブかどうかっていうのは分からないじゃん。でもこういうスイングタイプの人はこういうクラブがを皆さん合ってますよっていう形のデータを出して、その中で自分が選ぶっていうことだと思うのね、結局ね。蓋を開けてみたら、だからそれが合う人もいるし、例えばそれ本ちゃんで買ってきてコース行ったら、あれこれ全然打った時と違うっていう感覚の人もいるだろうし、だからまあフィッティングの難しさだよね。いや難しいっすよ、フィッティングは。いやだからそこ、要はうちがやってるのが理想なんだよ。自分がいいなと思ってきたものを買ってこのシャフト入れたいなってものを入れてみて、で打って洗っていうのを何かしらこう微調整していくっていうのがクラブの純粋な作り方だよね。自分のクラブをものにするための作り方、クラブ、それが何て言うんだろうな、正式なっていう言い方じゃないんだろうけど、それが理想的なフィッティング方法っていうのかな。だからまあシャフトメーカーとかによってはそのゴルフ場にそのカチャカチャね、うん、今ドライバーとかのあれは置いてあるから、なんか自由にできるっていうシステムもあるらしいじゃん、うん、ゴルフ場によってね、置いててこれじゃあちょっとワンガード使ってみようとかね。いや、そういうのがいいんですよ。本来はね、それを1日捕まってみて、あ、これちょっと今までと違って捕まりよくてよかったとかって言ったら、そのシャフトにを次に買い求め行けばいいんだから、うん、っていうことかな。まあ俺はちょっと自分勝手に話したけど、いや、だってこれはだってジャンガーチャンネルの宮下さんと僕の意見の話だからいいですよ、別に、うん、でね、これフィッティングぶっこんじゃっていいですか。プロゴルファーがどんだけ挑戦するかっていうのを僕は見てるから、アマチュアの人のそのフィッティングってでも難しいんですよその決まるわけないんですよ、一発で。
変な話。まあそりゃそうだよね。だってこのフィッティングってさ、理想のクラブが仕上がってきました、このそのデータによってね、仕上がってきました。85打ってた人がいきなり75になるか、そっからまた練習しなきゃいけないから、そのクラブになれるんだ、うん、そういうことだよね。でも今マイナスみたいなことバンバンあれ動いてます言ってるけど、でもなんていうの、結構ダメ出し的な話してるけど、うん、そのフィッティングによってハマる人もいるから、ずっと僕なんかフィッティングダメダメみたいな言い方してるけど、まあダメっていうか、もう それしか手段がないのよね、フィッティングの手段が。だからまあダメ、俺らはダメな方な考えだけど、でもそれでも、ね、中にはハマる人もいると思いますよ。いるんだろうね、うん、てか全く無知でゼロの状態の人がそれ勧められたら、やっぱそれしか選びようがないわけだからね。そういう取っかかりとしてはいいかもしれないけど、うん、っていうことでいいのかな。いやそう、うん、とりあえずだから、まあ、変な話、僕なんかが他のスポーツに行くときに、無知で行ったときにフィッティングってそう見ちゃうかな。まあ、例えばないでしょ、他にフィッティングするって。え？でもやっぱりそのスポーツやるんだったら、そのデータを自分で勉強するじゃん。まあ行く前にね。スキーだったらスキーの板はどのくらいが今主流で、どういうカーブしててとか、どういうメーカーがあって、とかさ、あるじゃん。ビンディングはどういうメーカーが。皆さん、板何でした？俺はロシニョール。規定版来るね。僕アトミック。じゃあ、あれビンディングは？チロリア。ちょっとチロリアと取り切るやつ。チロリアとかルックとかね。僕はビンディングサロモンだったんですか。ああ、まあ基本サロモンがメインだもんね。そう。俺はね、いやだからそういう風にやって、やっぱさ、そのーー初めてのスポーツだろうが、自分がこのスポーツやりたいと思ったら、うん、やっぱり勉強するわけじゃん。その勉強っていうのはこう、どういうメーカーがあって、どういうものを出してる、どういう効果がある、効能があるとか、そういうものがあるわけだから、それをある程度知った上で行くと、うん、フィッティングもまあ変わってくると。そう、僕だからあの時、その時好きなスキーアプリ、どんなスキーアがどんなの履いてるのを見て、あ、このスキーの選手これだなと思ってね。うん、や大したことないだろうけどね。甘く見てるでしょ。もう全然甘いよ。だってスキー行きましょう。今年の冬スキー動画やりましょう。下半身のトレーニングしていきましょう。いやもう今はダメだろうな。さすがにな、ね、頭の中だけ、まあその10代の頃の感じでしょ。いやもうでもこれはもうクソガキの頃からやってるから、3歳の時からやってるんだから。宮下さんの足靴入んねんじゃないの。いやあのね、ラングはね、広いんだよ。ここラングね、うん、ラングはあれ今ラングとかあるか知らないよ。いやあるでしょラングは。あれだって靴のメーカーで言ったら最強じゃん、うん、ラング。僕の感覚で。そうなの。高いもんな。高いよね。まあいいんです。ということでフィッティングは、まあ、この人は多分もう一言ポッと言われた瞬間にちょっとクエスチョンになっちゃったから、でもなるよね。なるよね。え、マンブリみたいな。宮下さん、あ、まあ行かないか。いや、俺はマンブリしかしないから。あれでマンブリなの。何や、スードライバー。いや、俺のマンブリはまっすぐ行く最低限の振りをマンブリって言うね。あ、そういうことね。どこ行ってもいいのはマンブリとは言わない。無息ぶりっていうね、本当に振り。いや、そういうことでしょ。だってそのドラゴン選手みたいにさ、5発打って1発入ればいいとかいう競技じゃないでしょ。まあ僕でもね、たまに無投棄出すよ。いや、だいたいお前手がこうなってるよ。無投棄で打ってる時でもあれだってここにはコントロールしようとした振りだから、お前のリミッターカットしてないのよ。あれカットできない。どこ、いや、できないよ。それはドラゴン選手ぐらいトレーニング、頭の中ではリミッターカットしてるつもりで、いや、絶対できない。もうこれはもう本当ドラゴン選手がこう毎日ね、パーンパーンってこうやる、あのトレーニングをしていかない限りリミッターをカットするなんてことはできない。ましてやリミッターカットしちゃったらお前手ちぎれるよ、そんな筋肉。このぐらい言っとったらいいからね。だからまあフィッティングはそんな感じですということでいいね。なんかすごいぐちゃぐちゃになったんだけど、ぐちゃぐちゃ好きな話もしてたし、うね、こんだけのこと言われちゃったらちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうよね、うん、
ということで。